劇団暇だけど素敵の堀井真也と申します。劇団暇だけど素敵の第24回公演、昭和100年というお芝居をさせてもらいます。でこのお話は、この昭和の少女といわれる太陽の塔のチラシがなんですけども、この太陽の塔の元に、集められたおっさんおばさんたちが、青春時代をこう過去の青春時代を振り返りながら今の時代をしっかり生きていこうというなんかそういうノスタルジックを含めた前向きなお芝居で、ちょっとコメディもね含めまして、させてもらいます。昭和の時代がメインにあったお話です。でこのまま時代が続いて俺たちが大人になること頃、昭和100年頃にはどうなってるんかなっていう風に始まる少年たちからのおっさんまでの話でございます。わ面白そうなあまあゲストにはこちらにおられる近藤秀さん、はじめ、ゲストさんの数の方が多いのかな、このチラシで言うと。劇団員さん、出演者さんが9名で、ゲスト出演者が10名でございますね。シアトリカ同点にて、3月29日から31日まで、金曜、土曜、日曜、前売り券は2500円、当日も同じ2500円、はい、そうなんです。前売り当日ともに2500円、しかし予約いただけましたら嬉しい次第でございます皆様よろしければ、劇団ホームページにお問い合わせの上、よろしければ見にいらしてくださいませ。劇団暇だけど素敵でございます。ありがとうございました。